皆さんこんにちは、ゆりやと申します。それでは銀魂のすごろく実況プレイ続きからやっていきましょう。前回が第1訓が終わったので、今回は第2訓ゲーム版銀魂ようやく紅桜編をやっていきたいと思います。紅桜編は本当に人気作品ですからね。アニメも人気で、さらに映画、そして実写化となって、次は舞台化でしょうか。ジャンプ作品も多くが舞台化されてますもんね。リボーンやヒロアカや鬼滅の刃。今ロビーの中で聞き込みをしてきたんですけど、スゴロクから出られない人は他にもいるみたいですね。あら、集団で？もしかしたら僕たちのスゴロクが壊れてたんじゃなく、このゲーム全体の障害なのかもしれませんよ。その割にはみんな騒いでないやろな。気づいてないやろか。七重さんみたいにそのうち助けが来るって思ってるんじゃない。気楽なもんだね。こうしてる間にもドラマの再放送が始まるかもしれないのに。銀さんの頭の中って糖分とさ、再放送しか入ってないのかな。いや、世の中の人がみんなドラマの再放送を楽しみにしてるわけじゃないですから。っていうか、どんだけ引きずってんですか。ビデオ屋でレンタルでもしてください。あとはネットで見てください。まだレンタルで出てないやつなんだよ。貞治が心配やろ。お腹空かせて変なもの食べてたらどうしよう。そうね、貞治は向こうに置きっぱなしだもんね。大丈夫だよ、あいつならそれくらいで腹下したりしねえって。今のところ脱出方法も七重さんの弟についても手がかりはありませんね。七重さんに似てるってこと以外で他に何か手がかりになりそうなことはありませんか。そうだね、服装とか持っているものとか。そういえばまだ弟の名前も聞いてなかったあるな。そうだったか。弟は六彦という。ああ、こんな名前だったような気がする。あいつの手がかりかどうかわからないんだが、さっきのステージでこんなものを拾ったんだ。これを見てくれ。サイコロあるな。変わったサイコロですね。全部の面が同じ面になってる。ああ、これを7つ集めるんだっけ。幼い頃六彦と遊んだスゴロクで使ったサイコロによく似ているんだ。あ、スゴロクだから7つじゃなくて6個か。サイコロってのは目が違うことに意義があるんじゃねえのかよ。それもはやサイコロじゃないだろ。細かいことはどうでもいいじゃないか。数字が書いてあれば全部サイコロだ。これカイジのやつだと思うけどね。いや、その認識は大雑把すぎなんじゃ。これピンゾロ専用のもんでしょ。このスゴロクはプレイヤーの記憶からいろいろと再現するんだ。このサイコロも弟と何か関係があるのかもしれない。こいつはあれじゃねえの、キーアイテムってやつ。キーアイテム？ゲームにはそういうのつきものだろ。後々必要になってくるアイテムっていうか、俗に言う大事なものだよ。正直役に立たないガラクタだけど。それをさ、どこかにはめるとかってやつやないの？おい、弟の手がかりだって言ってるだろ。撃つぞ。これステージで見つけたんだろ。いろんなステージ行けばなっちゃんの弟見つかるかもしれないやろな。ここには無数のステージがあるんだよ。しらみつぶしじゃキリがないんじゃない。七重さん、六彦さんが行きそうな場所何か思い当たりませんか。好きなものとか。あいつが好きなもの、確か映画は好きだったはずだ。ああ、そこから紅桜行くのね。この前は頭がもじゃもじゃした銀髪の男が、その妙な飾りのついた刀を振り回す映画を見ていたな。あれかな、
それどんな飾りだったんですか？あれみたいなやつだ。うんこか。あそこはっきり言うんだ。でもね、徹子はトグロを巻いた理由らしいよ。カレーとかカリーと食べてる人いたら大惨事だろ。いやいや、この世界観においてそんなことでうろたいてちゃダメだよ。避けては通れない道だからね。そうだね、まだそこから入らないとね。この先何が待ってるか。うんこもカレーもカリーとも大して変わらないレベルに達してるからね、俺たち。いや、それは言い過ぎだと思いますけど。馬がうんこ振り回す映画ってことはあれしかないやるな。うんこを振り回すんじゃなくて、うんこのついた刀を振り回すんだよ。汚いな、それは見たくないよ。いや、うんこのついた刀じゃなくて、うんこの飾りがついた刀ですよ。六彦、お姉ちゃんに黙ってそんなクソまみれの映画。この人、ブラコンか？なっちゃんはここで待っててよ。行ってくるある。あ、一緒に行かないの？ゲーム版銀魂ようやく紅桜編。毎回こういう感じで出るとさ、どっから読み始めていいか分かんないんだよね。紅桜編か、なんか懐かしいや。映画お祭り騒ぎだったあるな。どんぐらい儲かったんだろうね。でもね、その数年後にはね、実写化されてるんだ。いや、そういう話はやめようよ、神楽ちゃん。たく、もう何回目だと思ってんだよ。俺、ジャンプ読んで待ってていい？ダメですよ、ちゃんとやってください銀さん。ほら、行きますよ。まあ大体話にね、高杉様出てくる話は大人気だよ。プレイヤー選択、あー選べるんだ。いや、やっぱりここ銀さんで行った方がいいよね。行くぜ。ほんとこの静かな場面だと PSP のシャーシャー音が気になる。第2くん、ゲーム版銀魂ようやく紅桜編。ちょいと失礼。桂小太郎殿とお見受けする。違い、心配いらんよ。俺は幕府の犬でも何でもない。犬は犬でも血に飢えた狂犬といったところか。近頃巷で辻斬りが横行しているとは聞いていた。噛みつく相手は選んだ方がいい。あいにく俺も相棒もあんたのような強者の血を欲していてね。一つやり合ってくれんかね。貴様、その刀。あらあら、こんなもんかい。ほんと何回目だよこれ。何、映画通りやんのかよ。しゃあねえな。いやー、ちょっと見入っちゃったよ。でも血しぶきは飛ばないんだね。さすがゲームといったところか。いや、アニメ版もさすがにやりすぎは良くないけど。いやー、わざわざ来ていただいてすみません。私たちは兄弟で刀鍛冶を営んでおります。私は兄の哲也、そしてこっちは
もうびっくりしたよ。と耳キーンってなったわ。さっきの静かな2人の会話と銀さんのだらっとした会話とあんたのすごいでかい声でさ、もう朝早いけど目覚めたわ。っておい、挨拶くらいせぬかってさ。名乗られば坂田さん、お前を何と呼んでいいかわからぬだろう、徹子。この返し毎回すごいなって思うんだよね。お兄さん、もう行っちゃってるから。相変わらずでかい声で言っちゃってるから。でね、今回貴殿に頼みたい仕事というのは。でもこの人現実世界では亡くなってるからさ、感動とは言わないか、なんか久々の再会になるんじゃないの、銀さん。はいはい、いいよ、何でも頼んじゃって。お兄さんがあれだって俺知ってるけどね。うん、完全にネタバレされた感じで進めていく主人公って感じ。実は先代、つまり私の父が作り上げた傑作紅桜が何者かに盗まれましてな。貴殿にはこれを取り返してきてほしい。紅桜は江戸一番の刀匠と謳われた親父の仁徹が打った刀で、その中でも最高傑作と言われる技物。鋭き刃は岩をも切り裂き、月明かりに照らすと淡い紅色を帯びる。その刀身は夜桜のごとく怪しく美しい。そうですか、すごいっすね。うん、私も結構紅桜編は見ちゃってるからね、大体のこと分かっちゃってるよ。しかし紅桜は決して人が触れていい代物ではない。あれは人の魂を吸う妖刀なんだ。お兄さん、人の話聞こう。どこ見てる？俺のこと見てる？このところ辻斬りが出るのをご存知か。実は奴が紅桜らしき刀を持っていると聞きましてな。貴殿にはそれを確かめてきてもらいたい。やっぱスゴロク世界だからちゃんと原作通り行こうとしてるんだよね、この人は。おいおい、ちょっと勘弁してくださいよ。辻斬りに辻斬られちゃったらシャレにならないでしょうが。確かめた上で紅桜を取り返してきてほしい。何とぞよろしくお願いします。聞けよ。こいつほんと変わんねえな。あ、徹子は喋らないの？ブロジア通り。あ、いや、あのですね、前回テキストの読みを結構早く読んじゃったなと感じたんですよ。ちょっと遅めに読んでみたいなと思うんですけれども、テキストを早めに読むのは癖なので、まあところどころ出てしまうのでご了承ください。けどちょっとゆっくりで読みたいと思います。微妙にアニメなんかとは違うみたいだが、やることは同じみたいだな。まずは辻斬りとやらを探さねえと。なあおい、この先の道に検問が設置されたが何かあったのか？ああ、何でもまた辻斬りが出たらしいよ。最近噂になってるやつかもしれんから包囲網を張ってるんだろう。ラッキー、早速有力情報じゃねえか。ちょっくら言って辻斬り見つけて出してやら。怪しそうなやつ片っ端から見当たれば見つかるだろう。さてと、この辺りから誰としますか。あ、じゃあこっから始め。あの老子と戦って獣を開けていくってやつか。よっしゃ、行くぜ。カード何持ってんの。あ、いつも通りか。ここは変わらないんだね。どうだ、これはどっちかい。
あ、上か。あ、戦える。貴様、今私にぶつかったであろう。ああ、悪い悪い。いいじゃねえか。それすら合うもの、多少の縁だよ。っていいのかな？イライラすんなって。愚弄する気か？覚悟しろ。それじゃあ行くぜ。高校じゃないや、専攻だ。行くぜ。あー、なんか微妙。大丈夫か？いやー、最悪。ダメダメ、防御防御。大丈夫か？行くぜ。いやー、しょっぱな負けた。いってえじゃねえか、この野郎。真剣な輩に遅れを取る私ではないわ。この間に二人が戦いで勝ちました。私だけ負けました。よっと。お、いい目が出たんじゃねえの。あ、戦いだ。また早く行ってくださいね。わかったよ。え、もう？最近ここいらには辻斬りが出るから危ないよ。いや、スチルとさ、空の色見てよ、全然違うじゃん。あなた日陰入りすぎよ。忠告には感謝するが、心配には及ばねえよ。ところで辻斬りってのはあんたみてえなやつを言うのかい？あらら、隠していたつもりだったが、殺気が漏れちまってたかい。こっちはあんたを探してたんだ。あんたの持ってる刀について聞きたいことがあってね。あんたは強いやつの匂いがする。こいつは災いを呼ぶ妖刀と聞いていたがね、どうやら強者も引き寄せるらしい。カツラといい、あんたといい、俺にとっては吉兆を呼ぶ刀かもしれん。じゃあ坂本でも連れてくる？お前、ズラに会ったのか？おや、知り合いだったかい。それはすまんことをした。俺もお乳の刀を手に入れてはしゃいでたものでね、ついつい切っちまった。ズラがてめえみてえなただの人殺しに負けるわけねえだろ。確かに俺ならばかなうまいよ。やつを切ったのは俺じゃない。俺はちょいと体を貸しただけでね。なあ、紅桜よ。うわ、いきなり戦闘ですか。楽しいね。いや、もうさ、ハートの部分ハテナだし。これ一回で勝てたっけ？行くぜ。大丈夫か？それ。行くよ。でかい目来い。同じだけど大丈夫か？かっ。あ、引き分け。互角だったかい。あ、喋んないな。なんだ、こんなもんかい。くそ、え、負けじゃの。あー、でも回復良かった。
傷を緩けてどうすんのこれ。カード引くか。まあいいか。ここコーチなのこの人。よっと、もらった。運がいいのも今のうちですよ。これ何もないとこじゃない？あ、青か。ここからが本番だぜ。あ、ラッキー。あれ、なんか落ちてるな。お、いいもん見っけ。ありがたく使わせてもらおうとするか。あー、いいね。次使おう。俺とやり合う機会、相手になるよ。なかなか強いね。あ、新八勝ったの？いやでも新八、未曾有の腕切った人だからな。なんだその刀。おい、これ何をやっている。ち、新選組か。また機会があったらやり合おうや。あ、これ決着ついちゃった、もしかして。待て、桂さんを切ったなんて嘘だろ。どこに行ったか知ってるじゃないのか。あいつを追いかけよう。桂さんのこと何かわかるかもしれない。おお、なんか原作っぽいよ。新八、お前はできる子だと信じてたよ。でも、あの刀に対抗する手段を考えないとな。テスコの刀かじます。武器といえば武器屋だよね。何か知らないかな。うわ、出た。誰か俺のことも構ってくれよ。おじさんは寂しいと死んじゃうんだぜ。なんで出てきちゃうんだよ、マダオ。なんかいいな。じゃあカード引こう。バトル時に、おお、いいじゃんこれ。これでいくか。楽させてもらうぜ。さあ来い。おお、いいんじゃないかな。もらった。振ってもらなくても別によかったか。あ、またこの人ね。それじゃあ行くぜ。お、やった。おら。お、いいんじゃない。イライラすんなつってんでしょうが。カルシウム取れ、カルシウム。ああ、もうイライラする。うっ、あ、それは貴様だろうって言わないんだ。さすが強いな。だろ。お、やった。なんかみんな忙しそうだね。しょうがないな、俺が手伝ってあげるよ。いや結構です。それじゃサイコロで手伝ってあげる人を決めるから。そーれ、新八新八新八。あ、まあいっか、私じゃないから。よし、神楽ちゃん、全部おじさんに任せて。
まあ、なんか気持ち悪いこの言い方だと。いやーあるー、こっち来んじゃねえ。引くか。おお、いいじゃん。のところに行きたいから、これで飛ばしていっちゃうよ。さあ来い。おう、銃。おお、いい目が出たんじゃねえの。ああ、まだを引いてしまう。おい、ここからが本番だぜ。おや、やっぱりこいつは俺にとっての幸いを呼び寄せるらしい。お気に入りのおもちゃってわけかい。けど悪いな、その刀は探してるやつがいるんだよ。返してくれ。すまんが、この刀は渡せんよ。そんなことしたらあの人に怒られちまう。それに最近はすっかり侵食が進んでるようでね。もう俺の体を自分のものと思ってるらしい。そう簡単には引き離せないよ。そんなら引きちぎってやる。踏ん張りな。楽しませておくれよ。大丈夫か。行くよ。なんか、これでどうだい。蜂は痛い。行くぜ。カードで、これ。ほら。大丈夫なの。まあ、1だから。使わせてもらうぜ。いっか。楽しいね。嬉しいよ、骨のある相手とやり合えて。たかが喧嘩だろ、何熱くなってんだ。喧嘩じゃない、殺し合いだろうよ。だが暴れすぎて目立つと面倒だね。残念だが人が集まる前に行くよ。おい待て。これで二蔵は向こうに行くのかな。お、ラッキー。お、めっちゃ行くやん。そしてまた戦えるんじゃないこれ。ヤッホー、また来ちゃった。また切らせてくれるのかい。バカ野郎、その刀引き取りに来たんだよ。楽しいね。行くよ。うわ、痛い、痛すぎる。これでどうだい。痛い。ほら。いざ、大丈夫。カード何もないよね。攻撃で。あ、でもいいんじゃない。あ、ダメだ。行くよ。あ、よかった。出よ。よかった、銀さんの強化レベルっていうのかな、6あって。あらら、やられちまったよ。こいつは一本取られたね。おい待て。あ、まだ逃げるの。さすが銀ちゃん。お、デスクの刀鍛冶屋じゃん。
なんだ、幽霊でも見たような面して。悪いことは言わない。この件からは手を引いてくれ。おいおい、依頼してきたのはあんたの兄ちゃんだぜ。事情があるなら理由を聞かせてもらえねえか。何かありそうだな。次に来たら話す気になってるといいんだが。